留学を決めたきっかけは、もともと日本で航空会社の仕事をしていて、仕事をしていく上で英語の必要性を感じたことが第一です。あとは、留学経験豊富の姉の影響で、もともと留学には興味がありましたが、今の職場に1年間休職をする制度があったので、行くなら今だと思って決めていきました。テクシスのブリスベン校は、本当に都市の中心にあり、ビルの6階にあります。エレベーターを降りるとすぐそこにはもうレセプションがありまして、レセプショニストがすごくウェルカムな方で、毎朝名前を呼んで気持ちよく挨拶をしてくれていました。レクシスのブリスベン校はすごく小さい学校なので、クラスの違った友達ともすぐに友達になることができて、あとはまあ放課後のアクティビティなんかに参加したりするともっと簡単に友達を作ることができます。ヌーサ校はブリスベンから車で2時間くらいのところにあり、ヌーサの学校は戸建てのためとても広々としており、開放的でした。私ヌーサでは、FCE ケンブリッジコースに通っていたんですけれども、クラスメートは日本人、コリアン、あとはスイス人とトルコ人がいました。中でもスイス人の子たちは毎日学校にタオルを持ってきていて、放課後学校が終わると天気がいいとすぐにはビーチに行こうという風になり、というのもビーチも学校から徒歩10分ぐらいのところにあるので、毎日天気がいいとビーチに通っていました。ヌーサは周りに本当に何もない、ただただ自然しかないところでした。ヌーサでは登山をしたりビーチに行ったりすることがほとんどだったんですけれども、登山も、山を登って頂上に行くと、こっち側には海、後ろ側にはもう山と、牧場ですかね、しかないような、本当にでもいい、すごいいい景色を見ることができるところです。ビーチもメインビーチはすごく、確かに混み合っているんですけれども、ヌーサにはたくさんビーチがあるので、ちょっと違う反対側のビーチに行くと、多分地元の人たちしか来ないようなところなので、とてもリラックスして海を楽しむことができました。ヌーサはただ本当にリラックスや勉強を本当に集中してやりたいなっていう人にはおすすめの場所だと思います。留学をするのであれば何か目標を持ってくることをおすすめします。例えば TOEIC 何点以上であったり、あとはケンブリッジコース受講してその後に試験を受けるですとか、あとは IELTS 何ポイント以上など、そういった目標を持ってくることで、その同じような目標を持った友達と仲良くなることもできますし、自分のモチベーションもかなり高く持っていくことができると思います。また長期留学する方は都市を移動することを本当にお勧めします。私も実際最後の2ヶ月だけだったんですけれども、都市を移動して、移動することによって新しい友達もまたできましたし、移動して学校の雰囲気が変わることでまた自分のモチベーションもまた高く持っていくことができました。確かにその都市を移動することはパーキングもすごい大変なので面倒くさいなっていう思いもあると思うんですけれども、間違いなく新しい都市に違った何かがあると思うので、ぜひやってみてください。